ヘアメイクの久保木です。ヘアメイクの向井塩見です。ヘアメイクの石川由紀です。今回は2024年春夏の最新プチプラコスメということで、私たちが注目する春夏の最新プチプラアイテムをご紹介したいと思います、はい、もう早速なんですけど、はい、いいプチプラコスメいっぱい触ったと思うんですけど、ありますね、はい、特にその中でも多分向井さんが気になった3つぐらい、はい、はい、3つです。最初がですね、こちらですね、デジャビュのアイライナーになるんですけど、これね、もともと僕すごい好きなアイライナーなんですが、色がね、すごく良くて、あ、ちょっとグレーというかベージュというか、はい、影のようなブラウンっていうんですかね、うん、でこれがすごくあの、まあ、描き心地が柔らかいのと、僕が好きなのはまつげの際に埋めるときに描いてすぐに軽くこう綿棒とかブラシでぼかすと、これね、本当に目の際に影を入れられるアイテムだなと。確かに影色ですよね。そう、影色ですよね。で一回シュッて触った後はもう数秒置いたらもう触っても全く取れなくなるので、僕も目尻とかを描いたってラインにしたくない時にこれをスッてやって、ちょっと綿棒でスッてやるぐらいだと、ライン描きましたっていうよりは自然にこう馴染んだ感じのラインを描けるので、これは僕もかなりおすすめです。この手の色が最近増えてきて、増えてきましたよね。なんか流行りなんですか、ね、意外となんかプチプラが優れてる点って、うん、結構こうデパコスに意外とないような、すごい変わったというか、ちょっとね、隙間産業じゃないですけど、うん、それが多分ね、人によってすごくグッとくるものがあると思うので、探しがいがありますよね。ありますよね、はい、自分の色っていう、うん、なんか逆にこれぼかさないとリキッド張りにきっちり描けます、ね、はい、あ、そう、おっしゃる通りです。そう思います。全然落ちない。そう、全く落ちないんですよ。結構だから、その人の使い勝手によって汎用度が高い、高いと思います。で最近 の、 あのリキッドタイプの筆がいいだけにすごい細いじゃないですか、うん、あれがね、意外とこう苦手でこうテンションが均一にかけられなくて太さが変わっちゃう人とかもいると思うんですけど、はい、そういう方にもおすすめです。これだったら、ね、そう、太さは全く変わらないので。確かにさっきも結構これ細いですよね。細いんです。かなりピンポイントで狙えるケースもね。じゃあ続いて2点目いっちゃいます、はいはい、あの同じ方向性なんですけど、今度はこれセザンヌのマスカラです、うん、色似てる気がする、なんか、はい、さっきのこれはですね、色味がもうそのまま名前がグレージュ、これも多分お二人絶対好きな色ですもう間違いないです。間違いない色だと思います。あ、へえ、そうなんだ。スクリューブラシを薄く切り取ったみたいな、こうブラシ感というか、うん、はいはい、櫛系のマスカラで櫛が深いと、うん、こうつけた時のたまりが出ちゃうんだけど、はいはい、これってこの櫛が浅いから、はい、たまらない、たまらないで均一にスーってつくので、せっかくこのグレージュなので影感みたいな、こう黒でみたいなボリュームが欲しいんだけど、黒だと強すぎるみたいな、まあところにやっぱり紫嫌じゃないですか、うん、その辺もね、あのすごくよく考えられたブラシの設計になってるなと思うんですよね、うん、ブラシすごいですよ。結構繊維もしっかり入ってるし、しっかり入ってるし、そうだから、ちゃんとしっかりと一度でもまつげにつくし、うん、で色がね、これちょうど隙間だと思うんですよね。だからブラウンのマスカラの代わりにも使えるし、黒の代わりにもなりうるような色なので、うん、赤みのあるブラウンじゃない、うん、そうですね、おっしゃる通りです、うん、時にいいですよね。赤みのあるブラウンは可愛いんだけど、うん、主張しすぎるというか、そうですね、そういう時にいいです。確かにアイシャドウとかもちょっと寒色とか差し入れ使いたい時とか、うん、はい、こっちの方が圧倒的になりますよね。これいいですよね。最後なんですけど、はい、最後はリップですね。こちらです、キスのリップアーマーの新色の09番フレンチロココって色なんですけど、うん、今日リップいっぱいあったじゃないですか、はいはいはい、一通り全部触ってみたんですけど、これ色味一発で僕やられました、はい、一見ローズ系なんだけど、はい、中にゴールドのパールがいっぱい入ってて、はい、ちょっとシュワカっぽさもあったりして、ーゴールドのパールでちょっとこう君に寄せてると、はい、どんな唇の色の方でも口を綺麗に見せてくれる。おで表面にちゃんと膜がスーって張るので、そう、ね、そう、潤いはあるんだけどつかないし崩れないし、確かに最近触った口紅で一番好きな色だなって、ちょっと色がね、本当にいい色だなと思いました。赤未満の血色感を出したい人に、はいはい、って感じですよね、はい、なんかね、ピンクと赤のいいとこ全部持ってきたような色っていうかそうですよ、ねはい、これいい色です本当に。以上3点です、はい、これ3点いや、なんか向井さんと全く今回真逆のもの3品選んでて、なんか、はい、向井さんのって主張しなくて汎用性が高いものっていうイメージなんですけど、はい、僕はザ主張3つ選んだっていう感じなんです。じゃあ一品目はこちらです、はい、スカイハイ、すごい人気になったじゃないですか、はい、あれの黒ではなく
もうザ主張の。もともとスカイハイってそのコームで溶かしながらどこまででも伸ばせるみたいなのがあって、それでまあ色物があればいいなって思ってたらやっと出てくれたっていうので、ここまでもうね濃いピンクっていうのも、アメリカンコスメはなかなか潔いですよね。こういうの目尻だけとかやったりとか、なんかメイクに退屈した時にこういうものを1個持っておくと嬉しくて。これも珍しいですよね、ブラシ系でね。これが確かダマにもなんなくてコームいらずっていうので人気になったんですよね。確かセパレート感出そうですもんね、はい、この感じだと広い面で、はい、本当にコームいらなかったです、これ使った時。これは可愛いです。愛用してました、うん、これは。だってこれもうピンクパールがぎっしり入ってて、はい、これメタリック感がすごく出るので、普通のただのこうソリッドなカラーマスカラに飽きた方とかぜひね。そうなんですよ、主役になれるアイテムですよね。でこういうのこそプチプラでこのチャレンジしやすいっていう意味でも、まあ、ここまで潔い色っていう意味でこちらを選びました。もともとは黒と茶色とかあったんですよ。その後にこの色出してくるあたりがもうさすがね、うん、夕闇ラベンダー。せっかくだったら何回もそこの部分だけはしっかり重ねてメタリック感出してね、うん、メイクすると可愛いですよね、はい、きっと、うんうん、2個目のこれももっと主張ですけど、フジコの、はい、これ何だと思います？これリップだと思ったんですけど、はい、どうやらチークでこの色、パープルでも青みに寄せるっていうところがね、フジコらしさがあるというか、うん、そうですね。フジコの思い切りの良さは本当にリスペクトだわ。いや本当にそうですよね、うん、でこれ伸ばしたら適度、なんだろう、はい、適度です。確かチークっぽいね、うん、いい色ですよ、すごく。結構本当に伸ばせば伸ばすほど溶けていくので、うんうん、本当に内側からじわっとした感じもあります。綺麗綺麗。あとこういう紫って結構僕好きで、うんうん、なんかこのいわゆるブルベっぽい感じの雰囲気にしたい時とか、うんうん、こういうのを使ってその上に重ねるとかですごくよくて、ね、ぜひともプチプラだからこそ試してほしいなってことで。これはぜひ触ってほしいですね、うん、あの見た目としてね、すごい質感気持ちいいし、あの思ったよりも多分すごくいいチークの色になりますね。透明感を出すことによって顔には肌にちゃんとフィットするような設計で作られてるっていうところが素晴らしいですね、うん、素晴らしい。あと毎回これなんだろうっていうの多いじゃないですか。多い。ツールの、あの面白さも含めて藤子は毎回楽しみで選んでます。主張で来ましたけど、まあ、最後はちょっとセザンヌのアイシャドウ、うんうん、文句のつけようがないっていうぐらい使いやすいっていうのと、うん、あと色もちゃんとこの個性があるっていうので毎回好きで使ってますね、はい、春らしい色ですね。いや、そうですね、今回春らしい。でも去年のも全部最高だったので、その新色が出たというか、あの質感のまま浸食って感じ、うん、はい、あ、綺麗綺麗綺麗ですよね。綺麗。やっぱ左上のラメとかも、このラメ本当に綺麗ですね。やっぱりいいですよね、ピンクのパールというか、まあ、ハイライトに近い色が2色で、うん、このあれですね、アクセントカラーのピンクが本当使いやすい、うん、使いやすいです、ね、使いやすい。全然なんかバチッと出ないんだけど、確かに塗ったところをじわっと出てる感じ、はい、うん、去年から続くあの主役になれる中間色みたいな、はいはい、言ってましたね。やっぱりその延長上の雰囲気がまだまだあるというところで、カラーバランスがね、締め色もちゃんとこう、うん、桜色に寄せてて、はいはい、なんか結構このシリーズの締め色ってなんかガシガシ塗っても、はい、あ、はい、そうそう、なんか古い顔にならないんですよね。透明感なんですかね。なんか不思議ですよね。だから使いやすい、締めますよって感じではないけど、そうそうそう、ちゃんと締まる、締まるっちゃ締まるっていう、うん、この感じは。メイクめちゃくちゃ簡単になるな、これ。そう思いますね。スタメンになるかもしれないですね、これを。っていうところで、向井さんとは対比だったので、対比でしたね、うん、どんな感じになるかは。この1品目はまずこちらですね、ビセのザ・コントゥアカラー、うん、コントゥア、うん、はい、コントゥアカラーですね。なんですけど別にアイシャドウとして使っちゃってもよろしいんですが、フジコの方にちょっと近いんですよ、はい、それのちょっとこうパウダー版というのをちょっと試してください、うん、なんか僕もこれの青みというか、この青み感がすごいなんか使いやすくて、うわ、これ綺麗、すごい、これ、まあ、アイシャドウのベースとしてもいいみたいなんですけど、うんうん、そ、変更感というか、そうです、ピンクパープルみたいな綺麗なこう面で光る感じというか、フジコのはどっちかっていうと、その染料というか元々のそのクリームの色がうっすらふわって聞く感じだから、でも確かにこの色ってコントゥーしやすいんですよね、うん、そうですね、まあ、アイシャドウとしても使えるけど、うん、コントゥアって
それこそ何年か前に1回すごくこうムーブメントできたじゃないですか、はい、フェイスコントって、あれがなんか僕はなんか久々にこうアップデートされて、しかもこれ影色もあるんですよこのシリーズ、はいはいはい、それで自分で4つぐらいのパレットがこう組めるようになっているので、うんうんうん、なんか自分の肌トーンに合った色をこう組み合わせて自分のオリジナルパレットを作るみたいなのもすごく今っぽいなと思ったので、はい、じゃあ2品目はこちらです、はい、ケイトラテアートマットチークということで、ケイトって結構光らせがちなイメージだったんですけど、確かに確かにこれ ね、あえてマットにすることで毛穴感とかまあ本当に目立たなくなるんですよ。だから暑い時期とかもすごいいいと思うし、肌に溶け込むんだけどちょっとあえて隠蔽感あるんですよ、うんうん、そこら辺がね、うん、今の肌質にすごい合いやすいのかなと思ったんですけど、うんうんうん、え、これいいな、いいですよね。なんかあのチークは塗りたくないけど立体は欲しいけどって言ったら、うん、ね、ちゃんとオレンジ系だからこそピンクほどやっぱ主張しないから、これは使いやすそう。なんかすっぴん風メイクとかでも本当に使いやすそうだし、あともう一色がピンクがあって、ああそうなんだ、でもねその発色具合も同じような感じでババーンってつかないような感覚ですね、はいはいはい、どこをなぞるかによってこう色の出方が変わるっていうのもオリジナリティさって面白いなと思います、はいはい、ここまでチークをマット選んだのそういえば最近なかったの。最近そうですね、どっちかというとパール練り込みのツヤ系チークがなんかこうずっと人気がありましたもん、ね、確かにありますよね、チークを入れたくはないんだけどちょっと立体感欲しいなみたいな時に確かにいいかもしれません、これ欲しい、そう、うんうん、はい、じゃあ私最後の一品はこちらです、キスのリップアローですね、うんうん、まあ、これ去年もね出てたんですけども、はい、まあ、新色ということでやっぱ相変わらずねこのね細さと狙いやすさはやっぱりすごいいいなと思ったんですよね、うん、これでもさっきの僕のやつと近いな、あとは久保木さんが好きそうなんだなっていうやっぱり色ですねなんかこれ直塗りでこうなんて言うんだろう、はい、輪郭しっかり取るっていうのもやりやすいっていうのもそうだし、うんうんうん、結構なんかこうなじましちゃっても、はい、あの結構均一に、うん、ちょっとなんかこう唇の中央にグリグリって塗って輪郭ポン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 みたいな感じも多分可愛いですよね、これ多分すごい絶妙なグラデリップができる質感ですよね、本当に、あとこの長さと細さで他にないからそういう意味ではこういいですよね。今回の質問はアメさんからいただきました。メイクの仕上げにパウダーをすると頬の毛穴が目立ってしまいます、かといってパウダーをしないとテカリが気になります、頬の毛穴を目立たなくするメイク方法を教えてもらいたいとのことですが、どうですか向井さん的には、このひょっとしたらこの方はフェイスパウダーを塗ったところで頬がの毛穴が目立ってらっしゃるのかもしれないんですけど、パウダーではないんじゃないかなっていう僕は気がしていて、やはりその前のあのスキンケアからファンデーション下地みたいなところで失敗していくいうことが多い僕は印象なんですよね。毛穴ってことで言えば今結構ね下地の進化やっぱすごくて、毛穴に特化した下地っていうのがあるので、それをしっかりと使っていただいてファンデっていう風にしたら今お使いのフェイスパウダーでも僕は目立たなくなるんじゃないかなっていう気がするっていうのと1点、あと最近3人でよく話してるんですけど、ここ何年かのフェイスパウダーの進化すごいんですよ。なのでそのパウダーが最新のものじゃなかったら最新のものに変えていただくだけでひょっとしたら解決しちゃうかもしれないかなっていうのも思いました。解決しましたね。いやそんなことないと思う。また来週。なるほどないと思う。え、どうですか石川君。でも本当にそうですよね。おっしゃる通りとしか。でも確かにめちゃくちゃメイク急いでる時にパフでやるにして、うん、もう筆にやるにしてもちょっとこう圧が強めになってしまった時とかって、うんうん、あ、ベースメイクうまくいかなかったってよくあるんですよ。メイクアップする上でファンデとか顔、特にこの面積が広いものに関してはやっぱりこうなるべく圧を減らして優しく優しくこうすると顔って応えてくれるかなと思うの で、うんうん、でプラス道具も変えていただけるともうちょっとレベルアップするのかなとは思います。なんか僕的には下地とかもじゃあトレンドだって言って変更だったりとかパール系が多いものをやっぱり多用しすぎると毛穴って目立ってくるじゃないですか、うん、はい、パール系を多用してるんだったらちょっと控えてみると、うんうん、頬の部分はね、うんうん、パウダーで抑える前にファンデーションをもしリキッド使ってるんであれば例えばブラシで塗ってみるとか、うんうん、毛先がスパッてなってるようなブラシでこう磨くように塗って、はいはい、って言ってもいいし、ちょっと平筆っぽい、うんうん、あのブラシでちょっとこう面を意識して塗るってもいいし、今あの石川君が言ったようにその圧、これ実は結構僕もすごい大事だと思って、はい、結局丁寧にファンデーションで作っててもブラシでそれを削っちゃったら本当に身も蓋もないから、うんうん、まあ、マットにちょっとなるぐらいを意識した方が毛穴感は目立たないのかなと思うんですけど、
けど、でも確かにあの今久保木さんがおっしゃってたブラシで塗るってそれ変えてみるだけでも変わりますよね。そうこれが毛穴だとして表面こう滑らせるようにファンデを塗ると、はい、この上厚みにしかなくて、はい、フェイスパウダーのした瞬間にズンって下がっちゃうみたいなことがあるので、はい、ブラシでこうのせると中までこう入ってってくれて、はい、埋めるじゃないですけど、それはね可能性結構あると思います。そうですね、はい、どれかで綺麗になる、どれかで綺麗になる少しでも参考になりましたら嬉しいです。また、メイクやコスメに関する質問がございましたらお気軽にコメントしてください、はい、今日でもどうでした、なんか気になるのめちゃくちゃありましたけど。めちゃくちゃありましたね、はい、めちゃくちゃ使えるベーシックなものから、うん、すごい攻めたものまで、うん、あとはこういうのとこういうのの間あったらいいのになが、あるある。僕も今日見てて面白かった、こっちとこっちでまた全然違うアイテムを出してくるからすっごい面白かったんですけど、うん、プチプラの面白いのって、うん、最初のファーストインスピレーションと時間が経ってこれめっちゃいいじゃんっていうのがあるじゃないですか。だから掘り出し物って意外と後から知ることが多いじゃないですか、うん、プチプラって、はい、なんかそういった意味ではまた半年後にね、はい、なんかこれ良かったよねってなってる名品がまたいろいろあるんだろうなって。ありそうですよね。やっぱプチプラって価格が抑えてくださっているだけに、もうジャケ買いみたいな感じでパッと手に取って可愛いと思ったら買ってみたらすごいそれがいい出会いだったりすることってきっとありそうですよね。あとなんかこうなんていうんだろう、プチプラって悪い意味じゃなくて成長の余地があるというか、それこそ僕の勝手な印象でフジコって最初本当に出た当時から知ってるわけじゃないですか、歴史的には。あの当時のクオリティと今って比べるとすごい上がったなって。あの当時から尖ってるもん出してたけど、製品としてのクオリティがすごい、あすごい成長したねみたいな、なんかこう応援しながら一緒にこうなんか良くなってってる感じが、はいはいはい、まあ、そういう商品多いですよ。まあ、セザンヌもそういう意味では僕のイメージでは15、6年前ってどっちかというとこうお母さんが買うみたいなイメージあったんですよ、正直なこと言うと。でも今って本当に万人に受けるか、ベーシックアイテムって感じだったけど、最近セザンヌが出すアイシャドウとかってそのシーズンも結構こう象徴してるような色合いで出してきますよね。プチプラは応援しがいがありますよ。あります。夏も楽しみですね、そういう意味では。続々と出てくるから、その中で自分のなんかお気に入りのブランドを見つけたりとか、なんかこうちょっと応援していくみたいな意味合いで使っていくのもなお面白いな。面白いですよね、本当に。逆に僕らが知らないプチプラもしかしたらいっぱいあるかも。あると思う、あると思う。聞きたいですね、皆様のコメントも。はい、ぜひぜひおすすめの教えてください。はい、それではまた次回。さよなら。